はどっち？恵方巻き作り対決！司会のつくもです。さあ、今回対決してもらうのは？どうもー、サンサンです。どうもどうも、くもりです。今日も家族みんなで楽しく見てね。負けないぞ、早く戦おうよ。二人ともとっても強気ですね。それじゃあ対戦者に来てもらいましょう。挑戦者、出てこいや。おい、さっきから黙っていれば、おちょくりやがち。対戦者ノイズがとっても怒っています。ぐんぬぬぬぬぬぬぬ。対決始まる前からバチバチしております。ルールは簡単。30分以内に美しく美味しい恵方巻きを作れた人の勝ちよ。負けないぞ。それじゃあスタート。よし、じゃあまずはご飯いただき。ああ、まあ、なんということでしょう。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。ノイズ、ご飯返してよ。じゃあじゃあ、これがなきゃ恵方巻きなんて作れないだろう。これは完全に俺様の勝ちだな。なんて卑怯なんだ。これでゆっくり綺麗な恵方巻きを作れるぜ。なんてひどいのかしら。うるせえ。どうしよう。サンさんたちは大ピンチです。ご飯がないんじゃどうにも。しょうがない、パンでも食べて落ち着きますか。くもりん、そんな場合じゃ。待てよ、これいけるかも。おっと、サンさんたちは何かひらめいたようです。海苔は長さが大事だ。物差しで慎重に測って美しい長さに。ノイズの作り方はまるで工作のようです。ガーガーガー、これで完璧だ。あいつらはもう今頃諦めてるだろう。くもりん、ありがとう。これで恵方巻きが作れるよ。本当？任せなさい。まずはパンの耳を包丁で切って落としていくよ。包丁は危ないからお家の人と一緒にやってね。どういうことでしょう。サンさんたちはパンを切っています。ふざけてるぜ。そしたらパンの幅に合わせて海苔を切っていこう。高さは少しパンより逃げるくらい。あ、もうもうもう、耳おいしい。くもりん、食べてないでマヨネーズ持ってきて。わ、わーい。その間にラップを下に敷いて海苔を置くよ。マヨネーズ持ってきました。ありがとう。そしたら海苔の上に少しマヨネーズをつけて、その上にパンを乗せよう。ご飯が乗ってるみたいだね。でしょ。それで今度はマヨネーズをパンの上につけてスプーンで伸ばします。ぬりぬりぬり。伸ばしたらパンの真ん中に具を乗せていくよ。わー、まあ、美味しそう。具を乗せたらあとは巻いていこう。中を少し押さえながら巻き巻き巻き。くるくるくるりん。ラップの上から形を整えたらパンの恵方巻きいっちゃ上がり。完璧な恵方巻きですな。あっという間にできちゃった。そうだ、サンさん、チーズ持ってきてどうしたの？ちょっと美しさを足すのさ。チーズを三角に切ってっと。こっちの恵方巻きちょっと借りるよ。切ったチーズを乗せれば。あ、これってお兄さんの？節分といえばお兄さんでしょう。これは芸術的ですな。15分経ったわよ。
みんなの様子は…なんと、ノイズはまだノリしか巻いておりません。うっせぇ、焦ったら綺麗でうまい恵方巻きは作れねえ。ゆっくりご飯をほぐして、慎重にノリに乗せてくぜ。いいぞ。サンさんたちは…なんと、もう恵方巻きを2本も作り終わっています。なにパンを使うなんて考えたわね。まだまだ作るよ。けっさー、そうはさせるか。これでどうだ。ノイズがまた卑怯なことをしています。うるせー、こいつらが調子に乗るからだ。恵方巻き作りに集中するぜ。まだパンが余ってるのに。もう材料は余ってないよね。そうだね。何バナナ食べてるのさ。この余ってるフルーツ、はっ、冷蔵庫に確か。よしよし、あった。チョコも食べる。クマリン、これで作れる。あ、ほんまに。さっき切ったパンの上に今度はホイップクリームを乗せて伸ばしていこう。その上に切ったフルーツを乗せます。そして巻いていこう。わあ、もう食べていい？ちょっと待った。最後の仕上げにチョコを細かくしたのをお皿に乗せてレンジでチンしよう。溶けたチョコを巻いたパンの上に塗ったら、甘いデザート恵方巻き完成。サンさん天才。ガッガッガッ。へい、今あいつらどうしてるんだ。なにどうしてあれ、ノイズ、もう恵方巻きはできたの？残り1分よ。しまった、ぼーっとしてたぜ。早く巻くぞ。なんじゃこりゃ。はい、終了よ。さてさて、あら、サンさんたちのとっても美味しそうね。甘い恵方巻きも作ったのね。すごいでしょ。誰かさんのおかげだね。ノイズのはなんかすごいことになってるわね。誰かのせいで集中できなかったぜ。とにかく食ってみろ。じゃあいただきます。形はあれだけど味は美味しいわね。こっちは時間をかけてるからな。今度はサンさんたちのをいただくわ。どうぞ。あんなすぐに作って美味しいわけ。美味しいわ。なに、このデザート恵方巻きも美味しい。そうでしょう。ねえ、そんなわけ。うめえ。ノイズのいたずらを乗り越えてこんなに美味しいものを作るなんて、この対決はサンさんたちの勝ち。やったー。みんなはどっちの恵方巻きが良かったかな。僕たちの恵方巻きが美味しそうだったらグッドボタン、もっと食べよう。そうだ。マスコットが登場するんだ。サンさん、コモリン、ふくもにプリル、ノイズもいる。全国のゲームセンターでマスコットになった僕たちをゲットしてね。お気に入りのカバンにつけて自慢しちゃおう。詳しくは動画の下にある概要欄をチェックしてね。 LINE、 みんな LINE で僕たちとおしゃべりしよう。声書きを送ってくれたら動画の最後に紹介されるかも。この動画のタイトルを押してこの青い文字を押すと、サンさんだ。追加してね。これでもうサンさんとお友達。そうだ
あげないよーだ。母さんのケチ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。どうしたのくもりん。サンさんのアイス食べちゃって喧嘩しちゃったんだ。それはごめんなさいしないとね。ケイもどうしよう。今日みんなと食べようと思ってアイス持ってきたんだ。スリル。でもさっきあんなに怒ってたし。じゃあサンさんを楽しませてあげようよ。あ、そっか。それなら僕はお菓子いっぱい持ってるからお菓子パーティーもやろうよ。いいね。あ、もっといいこと思いついた。ソフトクリームにいちご味のチョコをここに乗っけて、小さいチョコは麺麺にして。何してるの？楽しいことだよ。割ったビスケットを刺したら、あー、ニワトリさんだ。アイスが変身しちゃった。面白いでしょ。みんなも作ってみたいと思ったらグッドボタン。もっと作ってサンさんにプレゼントしようよ。サンさんも喜んでくれるかも。僕も作ってみようっと。いちご味のチョコをアイスにちょんちょんちょんっと、キャラメル味のお菓子も乗っけちゃおう。チョコのお目目にカラフルチョコでお花をつければ。はぁ、サンさんだ。かわいい。くもりん天才です。じゃあ私はカップアイスを丸ごと使ってみよう。このアイスをお皿に丸ごと乗せます。プリンみたい。次はクッキー丸ごと2枚、アイスの上に刺します。いちご味のチョコも乗せて。動物さんの耳かな。あとはチョコで目と鼻をつけて、お菓子のお口もつければ、ノマさんのアイス。わー、かわいい。僕もやってみる。何になるのかな。チョコの棒も使うよ。小さく折って乗っけて刺して、できた。あ、くもりのアイスだ。サンさん喜んでくれるかな。あ、ちょっと言い過ぎちゃったかな。よし、くもりん、サンさん見て見て。あ、これはサンさんに喜んでほしくて。クモリン頑張ったんだよ。あ、プリル。プリルと一緒に頑張ったんだ。これ僕だ。アイス食べちゃってごめんなさい。僕も怒ってごめんね。可愛いアイスをありがとう。よかったね、クモリン。せっかくだし、みんなで食べようよ。わーい。おいしい。お菓子も食べれるし、最高。みんなもアイスをお菓子でデコレーションしてみてね。僕もっと作る。そうだ。パー！くもりん！今日はこんなにいい天気だし、虫さん取りに行こう。はい、虫さん。公園に行ってみよう。虫さんどこかな。ここが怪しいですな。かくれんぼしてるみたいだね。どれどれ。あ、ダンゴムシさん見っけ。ほんとだ。あ、丸くなった。ダンゴムシさんは体を守るときにキュッと丸くなるんだ。うん、僕は怖くないよ。ダンゴムシさんと一緒に遊びたいな。こんな時間に流れ星？すごい。あれ？僕たち光ってる？どうなってるの？わあ！あれ？
葉を布団にするのかな。食べるの？枯れ葉はダンゴムシさんのご飯なんだ。クモリンにお裾分けしてくれたんだね。ありがとう。あー、雨だ。あそこの木の下に行こう。雨宿りしよう。あー、葉っぱに雨が溜まってる。かな。お水がなくなった。もしかしてお尻から水を飲んだの？お尻、僕もできるかな。みじゃみじゃだよ。そりゃそうだよ。わーい、すっごくワクワクする。あれ、白いダンゴムシさんがいる。続かないよ。大丈夫？大丈夫だよ、クモリン。よく見てて。わー、すごい。これは脱皮って言うんだ。古くなった殻を脱いでまた大きくなるんだ。確かにみんなより大きい。かっこいい。あ、ここに大きい殻がある。しかも、1、2、3、4、あっちにも5、6、7、7回も脱皮してる。大きいダンゴムシさんに会いたい。寝てる。大きい。ちょっとクモリン。母さんさん、後ろ。やあ、ごめんなさい。みんな追いかけてきてるよ。追いかけしてると思ってるんだ。助けて。混ぜてディッシャーに紙粘土を入れたら。ディッシャーって何なの？丸いアイスの形を作るやつよ。わあ、本当だ。アイスの形になった。次はコーンを作るわ。画用紙に線を引いてハサミで切ったら、コーンの模様を描いて丸めてセロハンテープで貼ったら、コーンの完成。コーンにアイスを乗せて、はい、さあさん。うわー、おいしそう。食べられそうだけど食べちゃダメよ。じゃあ次はチョコバナナアイスを作るわ。お願いします。紙粘土を茶色と黄色にするわよ。2色の紙粘土ができたら、全部混ざらないように優しく混ぜるわ。こんな感じになったら、ディッシャーで丸い形にしてコーンに乗せたら出来上がり。すごい、簡単にできちゃった。お菓子に箱に画用紙を貼って、穴を開けたらアイスを飾ることもできるのよ。かわいい。僕もアイス作りたい。じゃあ私が注文するから、二人でアイスを作ってみて。はい。それじゃあ、いちご味のアイスとクリームソーダ味のアイスをください。はい。
いちごのアイスは黄色しいじゃん。くもりダメだよ、いちごは赤でしょ。あ、そっか。紙粘土に赤い絵の具を混ぜてこれに入れるんだよね。綺麗に丸くなるかな。できた。次は僕がやる。クリームソーダは緑色かな。あ、そうだ、緑と白の粘土を混ぜたらクリームソーダみたいになるかも。紙粘土が白いから絵の具を混ぜなくてもいいんじゃないかしら。確かに。じゃあ緑色の粘土を作って。紙粘土と混ぜればいいんだね。全部混ざらないようにしないと。こんな感じかな。ここからは僕の出番。丸い形にしちゃいますよ。ポン。いい感じ。コーンを作って。あ、そうだ、お絵かきシートを。いいね。アイスを乗せるよ。二つ重ねるの難しいな。さんさん、落とさないようにね。わかった。つくも。お待たせしました。あ、上手にできたわね。コーンにお絵かきしてみたんだ。かわいいわね。飾ってみましょう。本当にアイス屋さんみたい。簡単に作れるからみんなも真似して作ってみてね。僕バナナ味のアイスももっと作ろう。そうだ、アイス。やばい、やったー、釣れたー。ベリル、何してるの。釣りをしてるんだよ。かわいい、プニプニしてる。プニョプニョアクアリウムっておもちゃで海の仲間たちが作れちゃうんだよ。すごい。サンさんとクモリも一緒に作ろうよ。作りたい。僕も一緒に作ってみたい子はグッドボタン。それじゃあまずはお水の準備から。箱の中に入ってる水槽に 700ml のお水とこの袋を一つ入れて溶けるまでよく混ぜよう。はーい、溶けたよ。それじゃあ早速作っていこう。好きな形を選んでね。じゃあ僕はお魚さんにする。僕はバナナにする。クモリ、それはバナナじゃないでしょ。違うの。よく見てごらん。あ、エビさんだった。そうでしょう。そしたら好きな色を型に入れていくよ。じゃあ僕は赤と黄色にしよう。先に型の深くなってる部分に色を入れてね。わかった。黄色を先に入れて目は黒にしよう。この上から赤を入れてこれでいいのかな。大丈夫。じゃあ次は僕。黄色のエビさんにしようっと。やっぱりバナナなんか。順番にさっきの水槽に入れていくよ。ドキドキする。ゆっくり水の中に入れてね。うん、型をゆっくり揺らしてみて。こんな感じ。あー、浮いてきたよ。ほんとだ。ひっくり返してみて。ちゃんとお魚になってるかな。10分くらいこのままにしたら普通のお水にお引っ越ししてちゃんと固まるまで置いておくよ。じゃあクモリンのバナナエビさんも水槽に入れちゃいます。ゆっくり揺らして、型から外して、くるん。本当にバナナみたいなエビさんができたね。食べたくなっちゃう。あ、クモリンダメだよ。じゃあ次は好きな形を作ってみよう。そんなこともできるの？できるよ。水に濡れても大丈夫なものを用意して上から絵を描いてね。僕クモリン描こう。じゃあ僕サンさん。上手に描けるかな。かっこよく描いてよ。わかった。僕も描くよ。あ、色間違えちゃった。あらら、こんな色のサンさん初めて見たよ。でもでも、いい感じにできたと思うよ。
ちょっと怖いけど、なんか面白い！でしょでしょ？僕のクモリンはこんな感じだよ。あー、かっこいい！それじゃ、固まったぷにょぷにょにクリップを刺して、割り箸で作った釣り竿で釣りをしよう。やったー！サンさんと僕、どっちがたくさん釣れるか勝負だ！望むところだ！それでは、ぷにょぷにょ釣り、用意スタート！えぇ、バナナエビさん！よー！あー、釣れてなかった！なんでもいいから釣れろー！やったー！クラゲさんゲット！バナナエビさんお願い！やったー！釣れたー！いい勝負！今度はカメさん！ワンワワーで、なんじゃこりゃ！それはオットセイだよ。数えるよ。僕は4つ釣れたよ。あ、僕も4つだ。ということでこの勝負引き分け。楽しかったね。今度は絶対勝つぞ。そうだ。ぷよぷよー、カモリー。みんなも作って遊んでみてね。今日のお絵かき。書いてくれて